い、皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちの新シリーズデビルメイクライ4スペシャルエディション、今回はこちらをやっていきたいと思います。はい、で、もともとですね、こちらのデビルメイクライ4なんですが、最初はですね2008年に出たんですけども、去年2015年にねスペシャルエディションとして、いろいろなモードとね、あとバージル、トニッシュ、レディも使えるようになって、リブートっていうかね、リマスターとして出たんですけども、今回はこちらをやっていきたいと思います。まあ、前回のね、DMC クリアしまして、今ねデビルメイクライ熱が僕の中で高まっておりますので、ぜひこちらの方をやっていきたいと思います。で、一応ですね、ストーリーは、バージルモードとかもあるんですけども、まあ普通にダンテネロ編のストーリーをやっていきたいと思っております。まあ早速いきましょう。スタート。あー、結構増えてますね。レジェンダリーダークナイト、レディトリッシュゲーム、バージルゲーム、ネロダンテゲーム、まあ、最初に普通にやっていきたいと思いますので、ネロダンテゲームをやっていきたいと思います。はい、コスチュームを選択してください。あー、そうか、スペシャルエディションでコスチュームが増えてるんだね。あー、こっちもなんかかっこいいけどね。まあ普通にね、一番最初のというか普通のオーソドックスなものをやっていきましょうか。じゃあこっちでいいや。はい、で、難易度か、ヒューマン、デビルハンター、レジェンダリーダークナイト。あー、普通のネロダンテゲームでもレジェンダリーダークナイトを選べるんですね。悪魔が大量に出現する上級者向け高難易度モードです。デビルハンターでいいかな、普通に。はい、じゃあデビルハンターでやっていきましょう。ボイス、あー、これもあれですね、スペシャルエディションでなんか日本語吹き替えになってるそうなので、まあもともとはデビルメイクライといえばイングリッシュなんですけども、どうしましょう。まあ今回僕もこっちの方はほとんど聞いてないのでジャパニーズでいきましょうか。はい、オートマチック、まあオフでいいかな。チュートリアルはまあ一応オンにしておきましょうか。スタート。デビルメイクライ。カプコムプレゼンツ。
今より2000年前のことだ。伝説の魔剣士スパーダは悪魔でありながら人を愛し、自ら剣を手に取り我らのために戦ってくださった。しかし人々はスパーダの払った犠牲に対して感謝を忘れ、今や堕落の極みにあると言ってもいいだろう。もし今この時にあの忌まわしき悪魔たちがよみがえり、恐ろしい時代が再び訪れることになれば、我らか弱き人間が神の救いもなく、一体どうして悪魔たちに抗うことなどできよう。だからこそ心を合わせ祈るのだ。混沌が訪れても我らの神が再び我ら人間を救いたもうことを信じ、神に祈りを捧げるのだ。さあ祈りを。ネロ、どうしたの？俺帰るよ。まだお祈りが？眠っちまいそうで聞いてらんねえよ。逃げろ、早く応援を連れてくる。それまで死ぬなよ。当てにしてねえさ。
お前が誰かは知らねえがな。そのニヤケ面ムカつくぜ。ミッション01、赤の男、謎の暗殺者を撃て。はい、ということでミッション1からやっていきましょう。ということで、デビルメイクライかっこいいです。やはりこうではないと。デビルメイクライはね。で、今回の主人公はネロと言いまして、魔剣教団っていうね、ある都市国家があるんですけど、そこの教団の若き戦士なんですが、突然この赤い服のねダンテが襲ってきて貴公子様を殺してしまったと。で、その謎はダンテというのは人基本的に悪魔しか殺しませんのでね、人間には優しいんですが、なぜかそのダンテが暗殺しに来たわけですね。さあ、どういう風に話が進んでいくのかやっていきましょう。ミッションスタート。いや、綺麗だね。綺麗になったね。おう、左スティック、はいはいはい。で、遠隔攻撃は×ボタン、はい。ただ僕×ボタンにしてないのかな。あ、してあるね。銃で攻撃せよ。まあチュートリアルなんでいいんじゃないですか。ジャンプ、ジャンプで避ける。基本的にはジャンプですね。そう、これがあるからね、あの前のデビルメイクライでね、先をね使わなかったんだね。もうこの癖がついてるからね。はいはいはい、 OK OK。サイドロール、あー、まあこれもありますじゃね。ほいほい。で、ロールで避けると。ほい。ほい。あー、痛い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 。やってもった。オッケー、慣れていきましょうか。もういちいちかっこいいんだから。もうやはりこうじゃないと。いないよ。銃じゃらちが開かねえな。次はそのでかい剣で勝負と行こうぜ、おっさん。レッドグリーンコンボ、地上でワイ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 、ウィーウィーウィー、オラダー、ホイ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 、カブトワリ、うわ、来た、危ない、避けた避けた、はい。ハイローラー、あ、打ち上げか。そう、打ち上げはこの頃はそうだね、こうですね。はい。お、スピンガー、ハイローラー、難しい。ロックオンが、あ、そう考えるとやっぱりあれだね。ほい、近づいて、うわ、 OK かな。おお、あれクリアしたんだけど。なんだその腕は。あんた喋れんのかよ。そんなつまんないことはどうでもいいけどな。悪いんだけど、
人が来る前に肩をつけさせてもらうぞ。バッサー、敵の近くで B ボタン。おい、オーラ。おい、よいしょ、オッケー。はい、どうも、オッケー。ダンテの剣を片手で受けるっても相当だけどね。まだ遊び足りねえか。もうちょっとだけ遊んでみるか。おお、ダンテかっこいい。元気だな、おっさん。いいぜ。ここまで来りゃとことんやってやるよ。そいつは楽しみだ。さあやっていこうかな。ここでチュートリアルは終わりか。はい、レッド。じゃういうぐらい行ってやるよ。ういういよ、オッケー、やるか。うい、当たんねえよ。ういぐらい、うい、もう一品ぐらい逃がすかよ、逃がすかよ。ボッコボコ。やるな。お前みたいなガッツの持ち主に会うのは久しぶりだ。あ、ちなみにこれダンテのお箱です。あんた化け物かよ。お互い様だ。お前も、うん、俺も。あいつらも。お前はそいつらとはちょっと違うみたいだがな。どういう意味だ。説明してやりたいところだが、俺も忙しくてね。待て。あばよ、坊主。アディオス、キッド。だったな、英語版だと。S B B B。あ、オーブを使ってあれだね、見つけてなかったね。はい、ということで、ミッションはクリアしましたけど、まあせっかくなんでね、チュートリアルで終わってはしょうがないので、このまま続きいきたいと思います。プラウドソウル、血と共に受け継がれる誇り高き魂、己を高めるためには不可欠なもの。これアップグレードキットと一緒ですね、前回のね。NEXT。 ボロッボロだな。一人じゃ重かったろ。なんてことないわよ。この剣が必要なんでしょ。はあ、
これさえあれば奴とも余裕で戦える。奴はどっちに逃げたって？フォルトゥナ城だ。人を殺しまくった後で観光とはのんきなもんだ。冗談を言っている場合か。必ず奴を捕らえろ。わかってる。怒鳴るなよ。気をつけて。怪我もまだ治ってないんだから。あのなキリエ、今は分かった。無茶はしない。私は本部に戻る。おお、すごい綺麗になってる。確かに。助けてくれ。あ、ちなみにこれパソコン版です。はい。でこれはクレドとキリエって言ってね、キリエはヒロインですね。でクレドはキリエのお兄さん。綺麗な。これもやつか。いや、わからん。クレド、キリエを頼むぜ。ここは俺がやる。住人は本部の方に避難させる。何かあれば本部に戻れ。気をつけろよ。了解。キリエ、急げ。何をやってる。始めるか。オッケー、じゃあやっていきましょうか。ミッション02、フォルトナ城へ向かえ。ミッションスタート。ミッションメニュー、いやミッションメニューじゃない、パワーアップしてこうか。まだほとんど、ちょっと待ってね、これか。あ、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね。飛ばして、ミッション02、フォルトナ城へ向かえということでやっていきましょう。パワーアップ、スキルアップ、何が取れるかな。レッドクイーン、これネロの剣ですね。まあ、ここの教団の人たちはみんなこういう剣使ってるんですけど、ネロは、自分なりにこうカスタマイズしたね、ちょっと暴れん坊な剣を使ってます。何を覚えようかな。とりあえずコンボ覚えた方がいいかな。391しかねえからな。あ、ストリークは欲しいな。ストリークは欲しい。
スピリット、スピリットも欲しいな。あー、プロドー足らない。そうか。少しずつ覚えていかなくちゃダメだね。ブルーローズ。これは銃、あれだね。ネロの持ってる銃ですね。まあ、とりあえず、やっていきましょうか。こんなもんでいいや。はい、ミッションスタート。はいはい。録音ね。はい。ほい、ほい。ドブラ、はい。ほい、ドーン。あー、そうか。あとであれだね。この、ボタン配置をちょっと変えますね。デビルメイクライ4はね、ネロを使ってると、トリガーをね、銃にした方が、いいんですよ、コンボ的にね。ドバおい、スナッチはどうやって使ったんだ。あ、まだ覚えてないか。あ、そうか、まだ覚えてないわ。とりあえず、はいはいはい、こういうのを取っておくと、クリアした時の評価が上がると。まあ、前回のね DMC は本当にリブートになってますので、だいぶこの辺もその取らなくてもちゃんとね、ポイントを稼げば評価上がるとか、だいぶ優しくなってましたね。上に行けばいいのかな。はいはい。で、評価を上げないと、さっきのプラウドソウルが手に入らなくてパワーアップが遅れてしまうので、なるべくまあ高評価を取っていきたいですが、はいはい、おう、そうか、まだエアハイクすら覚えてないのか。はいはい、一応壁を使って二段ジャンプはできるけどって感じだね。いやー、久しぶりにやるなー。すごい新鮮だわ、この綺麗なぬるぬるでできるっていうのは。出てきましたね。オッケー、はい、ドーン、オッケー。あー、まだ全然技が覚えてないから、とりあえずあれだな、これでバッサー、はい、ドロブ、はい、バッサーで全部敵を倒すと結界が解ける。まあ、強制戦闘みたいなもんだな。で、壊して、レッドオーブを稼いで。とてもあれだよね、2008年のゲームとは思えない。今出ても全然ありだと思いますけどね。まあ今、だからこそ出たんでしょうけどね。あれ、確か、ああ、違う。こっちはまだいいんだ。よいしょ。あれ、こっちにさ、なんかシークレットなかったっけ。ないか。あ、シークレットはこの先だ。そう、今回もねシークレットルームみたいなのはありますんでね、覚えてる限りは見つけていきます。忘れてるかもしれないけど、カメラ操作をできます。はーい。なぜか椅子を壊すとレッドオーブが出てくるっていうね。なんだこりゃ。
イビルレガシー負の遺産、悪魔の古の悪魔が残した力の結晶、感応する者を感応する者に新たな力を与える。ヘルバウンド覚えました。これでここに乗るとこれが出てくるんで、これでなんだっけ、違う、そうだ、はい、上に上がれる。あれだね、前のデビル DMC の、要するにそのエンジェルなんだっけ、デーモンプルとエンジェルリフト、これは多分このネロから構想出たんでしょうね。まあ、これ面白いもんね、だって青落ちちゃった。ダッシュできなかったっけ、なんかずっとそのままにしてるとダッシュができたような、まあ、思い出しながらはやるかな。あ、で、そう、レッドグリーンはね、こうやってトリガーをと、まさにこうスロットルが上がりまして、これで今ね攻撃力が上がってます。なのでこの状態でこうやると技が変化するっていうね。なのでまあ結構そのためておくのが非常に重要。あれ、また落ちた。いけないか。はい、いったいった、 OKOK、 やっぱり取っておきたい。すいませんね、何度もね、久しぶりなんでね。OK。 当時はまだ4対3でやってたような気がするけどな。でもデビルメイクライ何でやったかな、 PC 版で一応やったかな。 PC 版も出てたんですよね、デビルメイクライ一応初代はね。こっちはいけない。確かこの辺にシークレットミッションがあるね。もうあれだね、教えてくれるんだね。オッケー、制限時間内に悪魔を全滅させろ、了解。はい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 、こっち来い。ちょっと思い出しながらやろうか。はい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 、ドーン、掴んで上げて、で落とす、で掴む、おい、まだ体が慣れてないな。はい、ドーン、はい、はい、ドーン、落ちるわ。はい、ドーン、オッケー。でそうすると、はい、ブルーオーブのかけらが手に入ります。これ前回のあれですね、クロスと一緒ですね。で4つ集めると、ブルーオーブになって体力が増えるっていう感じですね。何が出てくる、よいしょ、おい、上げて、で落として、でもう一回掴んで、よいドン、コンボね、多分忘れてるな、かなり忘れてるな。しかも技もまだほとんど覚えてないんで、まあうまいことやっていきましょうか。スナッチもうやってるけどね、すでに使っているっていう。はい、おい、手を上げて落とす、はい、効果、はい、うえい、はい、掴んで1回2回、そして落とす、はい、はい、こりゃ、いや、やっぱりこうあれだね、 DMC は結構やっぱりお手軽にコンボできるね、そう考えると。イクシード
使っていきましょうか。貯めて貯めて、掴む、上げる、はい、はいはいはい、貯めて貯めて、そう、あのあとね、評価もねどんどん落ちてくんですよ、やっていかないとね。いやほう、よいしょ、からのダーン、ゲイ倒した。なのでうまいことね、どんどん連続技をしていって、ゲージを、ゲージっていうかね、コンボスタイルのポイントを貯めてランクを上げていかないといけませんね。じゃないと評価がどんどん下がってしまうんでね、クリア時のね。覚えてるな、一応覚えてるな、やっぱりなんかこの辺になかったっけみたいな。 OK で、この上、この上とかなんか乗ったら、あのね、乗ると出てくるやつとかあるのよ、ほらほら、覚えてるな。 OK てか、ここもうあれだな、1回目で多分ボス出てくるな、ミッション2にして。で、こっちに行って、はい、あそこにでかいのあるね、まあ、これ帰り際になるんで、帰り際に取りに行こう。なんか日本語版だと本当でも新鮮だな。割と悪くないね、ちゃんとネロ声は合ってるような気がする。ウェイウェイ、掴んで上げて落とす。まだあれだな、飛距離ものそんなに伸びないから、スナッチ の、 あの距離とかも伸びるんでね。これで先に進める。他にないかな、ここはもうないか、上に行約束で。もうね、本当のくっさいお約束がねどんどん出てくるんでね、それもねまたかっこいいんだよね、このネロとかさ、ダンテのイケメンがやるとね。ほいほい、えい、上げて落とす、で掴んで、おい、オブ。ああ、でもやっぱりデビルハンターモードだからそんなに敵は多くないな。挑発、敵に近いほど挑発ができます。この上にあるな、よいしょ、ゲイ。で、確かこの先にも出てくるはずだ。はい、よいしょ、はい、
甘いな。うい、まあ最初のうちはできることは少ないから、うまく今のうちに慣れておかないとね。ああ後ろに回る。こうやってねダメージ食らうともちろん下がるね。OK。あと基本的に DMC 結構難しいです。 OK 体力マックス。いやー初期の体力ってこんな少なかったっけ。はあ、はあ、ほい、ほい、取ってほい、よいしょ。これは強化を上げていくと壊れる。後半になってくると S ランクとか取らないとできないものもあります。壊れないものもあるね。時空心臓、スキルアップなんかできるか。ああまだできないな。アイテムはブルーオーブとか取れるんじゃないの。ああ1個買えるな。1個買おう。はい、もう1個買えるな。もう1個買おう。あーまだ2つしか買えない。まあいいや。で DMC モードに漏れず、あ DMC シリーズに漏れず、なるべくアイテムは使わないようにしていきたいと思います。できれば使わないでクリアしたいです。おいおい、なんだよあれ。出てきた DMC 界ナンバーワンの人気的やな。ベリアル、マトンのベリタン。久しぶりよな、人間界。てめえと違って俺は熱いのが苦手なんだよ。2000年前人間界を訪れた時は貴様のような人間はおらなんだから。なんだジジイか。死ねえ。おう、程度の土産にでも教えてやろう。人間の子孫、我こそが偉大な煉獄の覇者ベリアルである。あーベリタン可愛いな。あー届かねえな。おいて上行かないと。おい、おい、上行って、おい、おい、行くぞ。うわ、こうやってね、敵キャラ固有のね、必殺技が使える、必殺技というかね、固有技がこういうバスターっていうんですけど、それがね使えるようになってますね。なのでなるべくこうあれだね、超スタイルの極みみたいな感じ。はい、痛い。どうやって打ったっけ。
やろう。はい。ほい。掴んで。やばい。やばい。危な。移動がで、できないから。よいしょねえ。おお。おう、おう。こっち。はい、掴んで。オッケー、行くぞ。はい。うーらよ。はい。からの、おる。その腕、人間ではないのか。うるせえな。こっちが聞きてえぐらいだよ。やつと同じものが他にも。やつってのは一度力を蓄えれば。おい、オッケー、倒した。まあコンボがねまだ全然覚えてないので、早いとこ覚えてかっこよく決めたいもんですな。OK。 はい、ということで第1回目、デビルメイクライ4はここまでにしておきたいと思います。次回からやってまたね続きから撮っていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はデビルハンターの高見だ。